どうも皆さんこんにちは。では2問目、お返ししたいと思います。2問目はですね、森先生が総理になって、場合に、これをしたいっていう政策、ばかり言えばいっぱいあるんだと思うんですけれども、ざっと大きいところで、1つ、2つ、3つぐらいのところで言っていただければと思います。はい。参議院議員ですので、もし総理になりたいと思えば、まず衆議院議員、私が総理になるということはないんですけれども、はい、今ね、大きな課題が山ほどありすぎるんですが、やっぱりなんといってもね、少子化をストップしなきゃ、もう遅いんですよ、遅いんです。幻の第三次ベビーブームを作ることができる可能性があった、それは民主党政権、はい、もう最後のチャンスだった。子供を産める人たちの人口の塊があるとだったんですね。でももう遅いんです、うん。去年生まれた子供の数は84万人。私が生まれた1956年に比べると半分。もう生まれる人の数が少ないので、これからどんなに少子化対策やっても人口増えないんですね。でも、この少子化のもう急激な進行をなんとか食い止めなきゃいけない。やっぱりね、予算が足りなすぎる。もう思い切って、いや、防衛費もいいですよ。大事ですよ。でもやっぱりね、子育て予算を思い切って2倍にする。もうね、政府はここまでやるかっていうぐらい、もうとことん、もうありとあらゆる、もう結婚していようが結婚していまいが、とにかく子育てを、もう全面的に応援する。で、教育もね、教育費が高すぎる。高すぎます。まあ、教育の無償化、高等教育の無償化。で、とにかく子供を育てることを全面的に応援するっていうことをずっと言ってきたんですけれども、もうとにかく、まず、目いっぱいやらなきゃいけないと思いますし、それが一つね。それから、で、これこそ、その子供が生まれない理由にもなってるわけだけど、若い人が、30年、日本だけですよ。実質賃金が伸びてない。まあむしろマイナス。先進諸国の中でね。で、これが諸悪の根源。で、結局、小泉構造改革では、アベノミクスだってあったけど、結果を見れば今。結果を見れば、結局は、まあ業績上がらないわけですよ、日本ね。その中で、その中でも企業は利益を上げました。その利益を、労働者じゃなくて、株主。に分配し、そして内部留保。ということで、本当に若い人たちが、特に若い人が、低賃金、長時間労働、不安定雇用、非正規労働。これじゃあね、恋愛もできないし、結婚もできない、子供も生まれない、家も建てられない、日本が良くなるわけがない。ということで、これはね、もうね、岸田さんはとにかく賃上げの雰囲気を作るって言ってるけど、今のままじゃ賃金上がりません。しかも急激なアベノミクスの副作用で急激な円安、これ止められないでしょ。日銀が正反対のことやってるわけだから、はい、だからもうとにかくそのもう国の責任でもう賃金上げるんだと、もうそうしないと日本は潰れるよっていうことで、またこれを解決することが少子化のストップにもつながっていくっていうね、密接に関わってますから、ということですね。はい。まあそうしますと。まあでも総理もね、もしかしたら兄にもなれるかもしれませんから。まあまあそれは置いといて、はい。でもいずれにせよ、当選した暁にはですね、まず少子化対策で少子化の予算を2倍には、それはすぐにできるかどうかともかく、で、かつ政権があればって話ですけれども、2倍の方に持っていって、で、かつ働く人の賃金を上げる。まあそれは最低賃金であったり、まあもしくは労働法制だったりっていうことですけれども、そんなことをして上げていってくださると。ということで期待していいんでしょうか。はい。はい。ではそんな風に森先生当選の暁にはですね、どんどんと少子化の対策を打たれ、そして皆さんの賃金が上がる政策を打っていきますので、ぜひご支援いただければと思います。それでは皆さんご視聴大変ありがとうございました。第3問まで続きます。はい。